はいどうも皆さんこんにちは、ね、第19回目 SPC が今日もご機嫌うるわしゅうどうしたの急にテイストが違うけどいつもといや秋になりましたねいや溜める必要ないよ、まあ、秋始まっもみじも、うんまあ、赤くなりだして、うん、沖縄で見れんだろやもみじはアメリカ夏目千段草もいいくっつけ具合じゃないですかね今日はねそれ子供の頃遊んだ時体中につくやつでしょ種みたいな、まあ、気温もね、まあ、涼しくなってきて、うん、まあ七分袖ですかね、うん、いや笑う場所ないよやどこがあった今全然受けない、まあまあまあ、七分ってね、ええ、まあ八分の方もいらっしゃるんです、うん、今日はですねあの朝ごはんブレックファーストをいただきましていやもう日本朝食でいいし卵をねあのスプーンで割るスタイルで今日は行かせていただいて、うん、蜂蜜にあ紅茶にだ紅茶に蜂蜜なんか入れちゃったりしてもうそれ混ぜるんすいや何も面白くないしどうした今日お前のいやひーじゃないよや、ま、いや今日はねあの、うん、メルフィーちゃんもお散歩させてメルフィーちゃんがワンワンなんていうずいぶん可愛いな名前メルフィーちゃん、ま、餌もねペディグディーチャムをねいつもあげて、ま、僕も横でねペディグディーチャムご飯に乗せて一緒に食べるんですけどいやまずいだろお前が食べたら、ま、あのペディグディーチャムちゃんあメルフィーちゃんメルフィーちゃんはね混合すんなよそこはブルドーザーって犬種だったかな言ってるんですけどブルドッグね多分ブルドッグでしょいや本当にね、うん、すんごい物とか運ぶんですよ、うん、ブルドーザーなんでいやブルドッグねお前が言ってるの、ま、いや千葉君、はい、普通に初めてよあいや何どうしたのなんかこんな今日そういう風におしゃれにやっちゃっていやあの秋服とかさ、うんまあ、今日はあの秋な感じだからさ、うんうんまあ、カーディガンとか1枚羽織る感じでいいんじゃないかなと思って、まあ、確かにね秋うん、パンプスとかも一個持っておけばいいんじゃないかなパンプス履かんだろ男がパンプスって何なんだろうね本当二人ともファッションに疎いからねもうわからないっていうね、うん、あとレッグウォーマーとかさネックウォーマーとか、うん、とってもいいんじゃないかなと思うんだけどレッグウォーマーってなんだろういろんなとこ温めるんだから、ねうんまあ、僕たちはベンチウォーマーでしたけどねいや全然ということで始まっております全然閉まっていいからよ SPC が19回目今回のテーマは何でしょうかテーマ、はい、シルバーウィークシルバーウィークね、皆さんシルバーウィークで放送していますともうド途中ですよド途中、ねまあ、今日、まあ、昨日今日明日明後日しあさってまでねカレンダーでは全部1日何日とか言わないで休みですが皆さんどう過ごしでしょうかどう過ごしでしょうか僕はね、うんまあ、何もないんですけど、うん、伊勢さんは昨日昨日、まあ、また合コンしたということでまたってなんかや合コンばっかっすよね毎週行ってるみたいな感じやしお前はい、はい、どうだったんですか昨日はいやいや、まあ、昨日ね久しぶり、まあ、こんなことラジオで話すのもなっていつも思ってるんですけども、はいはいいや昨日まあ久しぶりに、うんまあ、飲み会ですね合コンだろ合コンじゃない、まあ、飲み会に参加させていただいたんですけど、はいはいあのいつも、はい、お前喋りすぎるとモテないぞとああよく口開いたら一層こんなキャラだったんだみたいな、ね、そうそうって言われるから、うん、猫をかぶっていったのあまり喋らないクールな感じでクールな感じで黙々とやっぱお酒を飲むんですよねああでいつもはあの島酒とか一本なんですけど、うん、やっぱクールな自分演じたいから、うんうん日本酒を飲んだ飲めないのにそうそうで、うん、やっぱり喋らなかったら、はいはい、なんかちょっとこっち来て喋ろうよっていう風に言われて、うん、あこれもしか成功したんじゃないかとどうだった2時間後潰れて寝てました日本酒だねそう日本酒だね失敗してんじゃん日本酒ってあんなにも甘いのにね回るんだねいやいやもう最後は借りてきた猫みたいになっちゃったんだね全然まとまってないけどまあなんか失敗だったのかな、はいはいうん、成果は何もあげられずいややっぱさこの自然が一番いいのかなやっぱりこういうのってあ自然体がね、うん、確かに確かにだってあの自然と自分が行って、うん、あっちも自然で返して会う人が一番いいんじゃない確かいつかバレるもんねいつかバレるからいつかもうどんなに固めていってもそうそうそうあ千葉さんそういえばこの、はいはい、番組のメッセージとかのあれ言おうか、うん、あそうだねあれね、じゃあ一斉くんこの FM 小座のあれお願いします FM あれアドレスの方なんですが、はいFM 小座のメールアドレスです761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp はい SPC はですねソーシャルネットワークもやっておりますまあツイッターとかですはいツイッターのアカウントははい、SPC アンダーバー沖縄全部小文字 SPC アンダーバー OKINAWA になっております、はいはいまあ、本当に超くだらないことでも何でもいいんでね、はいフォローしたりメッセージくれたりですね、うん、メッセージくれたら嬉しいですね超嬉しいです、はい、メッセージでこの後、はい、ゲストの方も今日はお呼びしまして今日はですねゲストがいるんですね、うん、僕たちだけではなくて僕たちねしかも女性女性
こんなむさ苦しいところに女性の方がね今日クーラーついてるの暑いよね今日ね今日暑いんだよねちょっとクーラーつけてもらって、ね、クーラーねリモコンあっちにあるからさ、ね、あと CM 中に入れましょう CM 中にお願いします、ね、ちょっと今日暑いね、はいはいはい、よろしくお願いしますいやいやいやでもね、うん、なんかやっぱ緊張するよね久しぶりのゲストということでそうだね一世君さっきあの緊張しすぎてあのボクシングやったことないのにシャドーボクシングするっていうねしかもなんならコークスクリューを入れてますからない一世お前ボクシングやったことないだろうって言ったらいやこれコークスクリューだからそういう問題じゃないってねえぐる意味違うよねハートブレイクショットです、うんうん、よくいるよねやったことないボクシングし始めるみたいなシャドウ電気の紐とか見たらやりたくなるといやでもねこの、うん、やっぱ緊張感って大事ですよね大事ですね緊張感、うん、今日も多分このまあ誰が出るかっていうと僕の大学の時のねはいはい、まあいろいろお世話になりました、はい、まあ友人でもある宮城亜希子ちゃんという亜希子さんまあフリーでラジオ、うんレポーターとかでね活躍していますと、はいはい、でその方があと15分台かな15分ぐらいに出てくれるんですけど、うん、ここで、ね、メッセージが一件来ております、うん、お願いしますこんばんは今日はなんだか水着が小さめ胸がはみ出ちゃうじゃないのでおなじみのヨギシコジャパンです出たヨギシコジャパンさんアギトニーラジオカーも頑張ってくださいねいやリビドーもかなり楽しかったけど今もラジオから声を聞いて楽しませてもらっていますでは作業終わりの足の匂いを嗅ぎながら聞いてますねまた変顔で写真撮りましょうねヨギシコジャパンでしたってことであのね一番すごいと思うのがアキコちゃんのね影響力すごいねなるほどアキコちゃんが来るからこの来てるんだそうそうヨギシコジャパンさんってすごく僕もラジオでよく聞く名前ですねへえ。いやあの僕たち SPC っていうんで毎週日曜日にやっていますこの時間も ねできたらちょっとぐはね楽しんでくれたら、ね、足の匂いね僕も営業なんでねよく靴とか脱いだ時にちょっと待って足の匂いの話で引っ張ろうとするのやめようかそれはそ、ね、今止めてくれてよかった広がらない広がらない僕の匂いはねとか言い始めるのかなと思ってねヨギシコジャパンさんありがとうございます皆さんもどんどんメールとか送ってくださいと、はいはい、この感じでねちょっと拙い感じで読むんで、うん、よかったらね送ってくださいどうでしょうか皆さんね、うんまあ、ご機嫌うるわしゅ入ってますけど Wi-Fi 入ってますかまたそのもの、ね、行きますけどもね、まあ、最近はねお日柄も良くてなんか日焼けしちゃうんじゃない笑いどころわからへんよお前の日焼けしたらメラニンがさしかもメラニン色素かやいやもう本当にね、まあ、日焼け対策バッチリしてくださいそれでは曲いきましょう行くんかいしかも曲、はい、じゃあ最初はですね、うん、僕が最近買った CD で何でしょうおとぎ話図っていうジャンルは何ですかヒップホップですねヒップホップそう23歳ぐらいの今おとぎ話図、はい、超いい感じなんで聞いてくださいおとぎ話図で大脱走嘘みたいな。いやいや。トイレ来たわ。今ついてないんだ。お願いします。あ、こっちゃんよろしくね。いやもうこっち座しで OK だ。本当だ大丈夫ですかねこっちであっちこっちでそうそうそうはいヨギシコジャパンさんからメール来てるじゃんすげー嬉しいすごいよく送ってくれてるねどこにカメラがカメラこっちとこっちなんですで今放送で疲れてるのはこっちだからこっちを意識してあっこちゃん一回座ってもらってあっこちゃんに合わせるこれCM が開けたらオンになるからなるほど、あのマイク、ね、今日でもマイクオフなんですねそうそうそう、オフなのかなあいつオフにしてるからまあ全然打ち合わせの感じも入っていいじゃあ今マイクオフなのあ、入ってるって入ってるってあ、そうなんだ入ってるらしいです全体のマイクでこれであ、じゃあもうネット上ではネット上ではこんばんはネット上でご覧のお聞きの皆さんちょっとあれかしらカメラカメラカメラ神動画
の人でお先に。そうだね。一斉、久々に撮れた。不吉だぞ、これは。撮れちゃったぞ。そうね、動画の人にも言っとこうかじゃん。あ、マイクとかスキリングをかさっていない。はい。てか、自分の声取ってます？あ、開始はね、ないはず、これは。あ、違います。今は CM 中は。あ、だから分かんないか。OK です。じゃあ、ちょっと CM 行くんで。ちょっと全部消すっけ。はい、今ラジオの方は CM に入りまして、ゲストお呼びしました。宮城明子さん、どうもありがとうございます。宮城明子さん、FM 講座初めてです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もう僕の右に天使ですよ。天使降臨。ありがとうございます。確かに略歴は後でいいかね。そうですね、うん、ありがとうございます。そうそう、あこちゃん、こういう風にヨギシコジャパンさんからメッセージをいただいて、あ、嬉しい。早速いただいて、あ、嬉しいです。ありがとうございます。ヨギシコさん知ってるんですか？あ、もうそうですね、他局で話している時からもメッセージとかいろいろツイートもくださる方で、今でもいろんな番組にね投稿するの見るんですけど、いつもありがとうございますってことで。ね、さすがですよね、こういう時には。何ですか？さすがですよ。僕たちの時はもう一通も来ない。いや、まあ一通ぐらい来たじゃん、千葉よ。3000万円あげますっていうメッセージとか、ね、迷惑メールだろ。とかたまに来るけど、遺産もらいませんか、ね、あ、危ない危ない。なんでツイキャスもやってるってことで、ツイキャスはちょっとカメラが2つ違うんですよ。いろんな方が。そうそう、どちらがツイキャスでしょうか？ユーストリームはこの目の前のカメラで。あ、じゃあユーストの皆さん、こんばんは。ツイキャスは左の、はい、ツイキャスの皆さんです、ね、よろしくお願いします。あと24秒で始まりますと。はい、わかりました。24秒で戻るんですね。そして元気に。自分たちが緊張するね、やっぱりね。そうですか、うん、普通 の打ち合わせ通りのおしゃべりでいいんじゃないですか。いやいや、胸をお借りしましょう、今日は。お願いします、改めて。わかりました。ないけど貸しますって。はい、さあ始まりました、第2部ですね。 SPC が今日は宮城明子さんに来ていただいています。こんばんは。こんばんは。どうも、よろしくお願いします。ねえ、今日来ていただいた、僕が大学の時にね、はい、まあ当時明子さんがやっていた番組に出させていただいたり、うん、なんか呼び慣れない、ね、あれ明子さん出てないなんかあれいつもそんな感じじゃないんですけど、いや、あっこちゃん、いや宮城さんは、うん、やっぱね、ちょっと線を引いたんですけども。でちょっと略歴をお話しさせていただきますと、はい、お願いします。まあ、富城出身、うんうん、で大学でラジオデビューして、で一度留学に行ってきて、で沖縄に帰ってきた時にまた7月からラジオレポーターとして、うん、今年の7月ですね。今年の7月、はい、訂正ありがとうございます。いや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 。でラジオカーレポーターとして、FM 沖縄さんのところで、はい、ファイン、ハッピーアイランド、4PM で、ラジオカーレポーターをしていると、はい、で土曜日に、他局のご紹介ありがとうございます。いやいや、何言ってるんすか。FM 沖縄最高ですね。 FM 沖縄最高ですよ、はい、僕たちもいつも聞いてます。来た来て、めっちゃウェルカムなんですけど。いや、もちろんもちろん、はい、で、はい、土曜日には三栄那覇メインプレイスで、まあ、AD 兼レポーターで、はい、お店の紹介をしていると。ライブプレジャーという番組やってますので。本物じゃないですか。本物ですよ。本物ですね。いろいろちょっとね、今日お話を聞いていきたいなと。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。それも、うん、今日は初めてってぐらいの小座らしくて。そうなんです、はい、プライベートと言いますか、うん、ラジオカーレポートとかでは何度かね、この辺りには来ることがあるんですけど、うんうんうん、まあ、プライベートって言いますか、こうやって遊びにっていうのとか、うん、こうやって夜の小座っていうのに、この地に足を、うん、地に足を第1話みたいなね。ガンダムにありそうなね。大地に立つっていうのは初めてじゃないかなという、うん、ちょっと今日は早く来て、ドキドキ、ちょっと歩いたんですけど。そうですね、はい、最初にちょっとコザのね、街を案内してもらって。いつも洋服とか買いに行くときはもうメインプレイスとかだもんね。そうですね、メイン行きますね、長野、うん、ね、はい、コリンザは行かない。コリンザって、いや、沖縄市の第三セクターで建てられたもう立派な建物。
コリンザ大複合施設じゃあって何があるんですか、うん、コリンザは、あのコールセンターだったりトランスコスモスさんだったり、ね、広場だったりあのすごくねゆったりできる大きさの広場がある、うん、まあ、シルバーウィークあるんで、まあ、お時間があったら遊びに行ってみてください。じゃあ今度コリンザのご案内していただけたら嬉しいんですけど、遊びに行ってね。まあでもなんかいろんなとこね、うん、あの楽しめる場所あるって聞いてるので、はいはい、で今日はあの千葉優さんと一斉さんにあの案内してもらいながらシアタードーナツですか、噂には聞いてたんですけどどういったとこかなって楽しみにしたんですけど、うん、面白いっていうかあのすごくおしゃれなところ で、 あ、そうですね、よかった、連れてってくれてありがとうございました。そのお店のこの形もいいですよね、このカフェと映画館がくっついてるんですよね。あれすごく良かったです、なんかおしゃれね、見たいなと思って映画もそうですよね、シアタードーナツってあの、まあ、映画も、うん、放映していて、でドーナツも食べれるという、うん、で、あっこちゃん、あ、宮城さん今日運が良かった、お前それさ運が良かったあっこちゃんでいいか、あっこちゃんでいい、あっこちゃんの好きに呼んでいただいてよろしくお願いします。あの今日運がいいっていうのは、はい、自分と千葉はもう 2,3 回行ったんだけど、はいはい、今のとこ 80% ドーナツは打ってなかったからえ売り切れていたのかな、売り切れていたのかもしれんね、売り切れうちに行ってしまった、うん、あ、そうなんですね、そもそも作ってなかったのかわからないですけど、あ、さっき私今日ラッキーだった、ちょっと今日はまさかの全集、全集やったんで、うん、だからあのショーウィンドウがなんかキラキラしたんですね、キラキラしてどれも美味しそうだったんですけども、美味しいドーナツありがとうございました、10個食べちゃおうとか言ってたもんね全部食べたいと思ったんですけども、はい、美味しいのね、食べさせていただいて、今日はもうあのシアタードーナツをいじるっていじるっていうかそういうのないよね、ないない、ね、な、はい、まあ、今度なんかねレポートする日があったら行ってみ、ああ行けたらいいななんて思いますけども、ね、嬉しいですね、まあ、劇場もぜひ行ってみたいですね、はい、今度行ってみたいです、はい、でもあれだったね、まあ、留学経験もあるってことで、うん、あっこちゃん、あのさっきからリアクションとかがね、うん、さっき一緒に打ち合わせしてるときカバン落としたときに自分たち、あ、落としたみたいなこと言うと思うんですけど、あっこちゃんシッって言ってました、あまり言い言葉じゃないですけど日本なんでこれはかからないんであとね、トイレの電気がどこにあるかわからないって言ってね、あのまさかやっぱ那覇はね、うん、自動で電気つくから、そうですよね、いやいやいや、コマにもありますよ、そういうのあるでしょこっちは手動で開けてさ、わざわざスイッチ押さないといけないわけよ、じゃあさ、あのね、あの、まあ、FM こそに来たことある方は分かると思うんですけど、うん、あのね、入り口、まあ、引き戸で右手の下の部分ですよね、はいはい、電気が、うんうんうん、目線より下なんですよね、そう、私全然それも知らなくてちょっと目も悪くて、うんうんうん、あのプラグコンセント の、 あの差し口だと思っててどこだろう、あ、もしかして室内かなって、うん、携帯のライト照らしながら探してたんですよちょっとしたバイオハザードそうそうそう、何この恐怖心のトイレと思いながら、まあ、スイッチ見つけた時のリアクションです、ね、あれはその時はね、見つけたっていう自分の電球が光ったかもしれないですねそうなんですよ、ね、一人であのトイレで大はしゃぎするっていう、ね、一人でトイレってめっちゃ笑っていて、うん、オーマイガーって言ってましたオーマイガーってね、やっぱすごいな、ちょっとアホらしい自分にそう言ってしまったっていうのがあるんですけども、いやいや、シティガールですよねさすがですよ、ありがとうございます、こっちツイキャスからコメントが来ていまして、はい、うん、ウィルス志郎さんかな、はい、うん、こんにちはと、こんにちは来ていますありがとうございます、ね、こんばんは、こ挨拶だけでも嬉しいんですよ、僕たちなんて ね、 そ う、 ね、そうなんですね、あと中野町の和樹さんから、はい、まあ、今夜素敵なゲストがいるじゃないかということでね、ありがとうございます、うん、そう、中野町の方聞いてらっしゃるんですね、うん、やっぱ中野町、沖縄市ってすごく今熱いとこなんで、うん、熱いとこですよ、エイサーの町、沖縄市里、そうそう、で、あの夜になったら本当に外国人向けのバーとか日本人も全然行けるバーもいっぱいあるから、さっき商店街見て思ったんじゃない、あの時間は何時頃でした、まあ、5時過ぎでしたよね、うんうん、5時過ぎはまあシャッター閉まってるんだけどそうでしたね、夜になっても開くことはないんですよ、ないですか、あれ日曜だからとかじゃないんですか、いやいや、じゃないんですよね、なんか海外とかでは、うん、あの日曜とか、まあ、夜早めにお店閉めたり、まあ、日曜そもそももう俺らも休みだよみたいな感じで開けなかったりするんですけど、まあ、沖縄市はそれにね、もそんな感じじゃないんですか、うん、それに合わせてるとこあると思う、あるんですか、うん、そういうことにしておきましょう、あ、じゃあアメリカ文化が影響されて、やっぱ近いから、そう、近いからね、近いから、あ、そんなことだったんですね、すいません、まあね、知らなかった、まあ、日曜日とかもうガンガンレモネード売ったりねあー、はい、子供たちが野高ですね、お前安易な発想だな外国がレモネードってあの全部フルハウスみたいとかの、うんわかります、フルハウス世代です、私たちね、はい、教育チャンネル、今日はね、はい、あの、うん、わざわざあっこちゃんも来てくれてるんで、うんうん、このラジオも素人も素人もいいとこですよ、まあ、本当にね、いやいやいやいろいろね勉強させていただきたいというところもあって、本当に
もう滑舌だったりね、はい、どういう風に話を聞くとか、うん、いろいろゲストにつらこうやって喋った方がいいよとか、ね、私なんかでいいんですか逆に、もう来といて言うんですけども、なんか申し訳ないあっこちゃんしかいないんすよ僕たちはもう今日はね、あっこちゃん来て僕たちがいなくなってもいいぐらいです。いやいやいや、もう番組やってくるもん講座初来局で任されるって、はい、ね、いやいやいや、はい、一世もね、うん、今日はもう胸を借りるつもりって言ってたんで、いやもう本当になんか格の違いっていうものを皆さんにいろいろと ね見せた方がいいんじゃないかな。どっちか滑舌から勝負するのか、はい、この司会進行というか、はい、そっちから勝負、どっちかにしようかな。滑舌じゃないか、滑舌からやってる、ね、なんかそういうの決まってるんですか。いやもう決めましたよ、もう滑舌みたいな言っちゃったから、もうこの時点でも負けてるから。滑舌ちなみに言ってみて、滑舌って。いや、よたたよ滑舌ですね。そう、いや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 、FM こだ耳が幸せだって今耳が幸せ、はい、じゃあね、はい、前あっこちゃんにお話聞いたときに、うん、はい、ういろうりという滑舌を、ね、練習するためのものを、はい、落語のやつですね、うん、落語でういろうりでありますけども、はい、なんか練習するんでしょ。あ、なんかそうですねあの滑舌のお口の体操っていうことで、ういろうりっていう、まあ、ちょっと早口言葉といいますか、ちょっと難しい言葉ですね、うんうん、あの並べてる文を読む練習とかはいろいろ日頃してますけども、さっき僕も文字で見たんです、携帯で、うん、はい、まず長くて、うん、見たことない単語ばっかり並んでて、はい、目でも読めないぐらいの、はい、でも初めての人、私も初めて見た時はなんじゃこりゃって感じでそう、いつの時代の日本語なんだとか思いつつも、まあ、でも口の体操とか、まあ、面白い音とかもあったりして、うん、っていうのは、まあ、だんだん慣れていったっていうのがあるんですけど。ただですよ、あっこちゃん、僕たちはこの僕たちラップグループで音楽をやっているときにやっぱ滑舌っていうのはすごい意識するよね。ですよね、なんかそういったパフォーマンスをされてると思うので、うん、そこもなんか、ね、私に劣らないとこあるんじゃないかな。そう、劣ってると思わない絶対そうだと思ってますよ。だから勝負を仕掛けに来た。お、勝負があるんですね今日は、はい、じゃあういろうり、まあ、皆さんも今ういろうりって検索していただいたら全文がバーって出ると思うんで、はい、この落語のういろうりっていう一席の一部分で、うん、この口上があるんですね、うんうん、その口上がとても長くて難しい単語ばっかりで、この噛まないように言うっていうのが話し家さんにとっても登竜門的な感じらしいので、うん、それを今からなんでいつも読んでるらしいので先行じゃあっこちゃんからやるかな。まさかの、ちょっとすみません急なんですけど、うん、じゃあちょっとでも私、まあ、一部からじゃあ、はい、そのね、難しい、ちょっと滑舌が難しくなる部分からで読ませていただくんですが、いいですかね。はい、じゃあお願いします。それでは宮城あきこさんでういろうりどうぞ私の新曲じゃないんだからそりゃそらそらそりゃ回ってきたわ回ってくるわ、あわよのんどさたらな舌にかげさしよん、浜の二つは唇の形状会合爽やかに、赤さたな浜やらはおこそとのほもよろう、一つへぎへぎにへぎほしはじかみ、ボンマメボンゴメボンゴボウ、積みたで積みまめ積みじゃんすしょ、しょしょ山の車窓上、こごめの生紙こごめの生紙、こんこごめの小生紙、飛ばしちゃったけどいやもうちょっと今これで一部ですが、へにょもごへにょもごみたいななんたらかんたらバルプンテみたいなの言ってたような気がしたね。ただ一部です。なるほどかと思った俺。え、いや確かにうまい、確かにうまいんだけど、もっといけるんじゃないかなと。ちょっと待って、一世ちょっとそれはおこがましくないか。いや、やっぱラップグループとしてそういったとこ負けたくない、言葉は自分たちも言葉で勝負してるし。だったら一世も聞かせてみる、うん、じゃあ今度僕じゃあ、はい、あれあっこちゃんがあっこちゃんに振ってもらおうかな、はい、では一世、さんのウイロウリ、ウイロウリ、うん、はい、でいいことですね、はい、はい、どうぞ。そりゃそりゃそりゃ空に回ってきたわ回ってくるわ、あわや喉をさたらな、ここからまさかのフリースタイルをやったるぜ、俺がラッパ、ウエマ、そして名前がサラマンダ、よう皆さんこんばんは、ここから見せてやるラジオの本番だ。ちょっと一戦フリースタイルガンガン逃げてるやばい逃げてる、やばい、かっこいい。でも初めて聞いた今、最初の第一声でも噛んで、そしても心折れちゃってね、最初のそりゃそりゃそらのそうでもダメと思ったからねダメと思った。いやいや、こんな急に即興で
できちゃうもんなんですか、ボイパも含め。できないけどね。いやいや、いつも負けてるから。いや、なんか勝った気でいたけど。いや、あのパフォーマンス的にはもうね、SPC さん、お二人の勝ち。これ明らかにあっこちゃん勝ちです。いやいや、勝ちだった。いやいや、負けてるわ絶対。じゃあ一勝。なんかフィールドが合ってたのか違ったのか何戦かしようとしてるんですよ。ね、でもやっぱりね、はい、いや、まあ、滑舌っていうのは正直、はい、練習すればするほど上手くなっていくと思うんだけど、はいはい、練習ですね。ね、この進行とかっていうのはちょっとね、天性のものがあるんじゃないかと思うんだ。要はこの、はい、まあ、ゲストから話を聞き出すとか、うん、そういったものっていうのはね、トークですね、自分たちも負けないと思ってる。いやいや、まあ、でもね、ラジオ番組持たれてますから、うん、2人はね、できるんじゃないですか。進行っていうのは何なのか。俺じゃあゲストに来て、うん、俺から聞き出すみたいな。そう、それでやってみよう。あ、やってみようか。、うん、じゃあ俺がゲストに来た手入れみたいな。そうそう、次のラウンドに、次のラウンドは、はい、そう、あの千葉雄介がゲストで来て話を伺うという。あ、なるほどなるほど、うん、それどっちがうまいかっていう。うんうんうん、それでやってみようか。先行はじゃあ、じゃあ何につって音楽について聞く。あ、じゃあミュージシャン感出して。ミュージシャン感だ。、うん、あ、じゃあミュージシャン、アーティストとして、はい、千葉雄さんを。そうそう、あっこちゃんがちょっと聞いてみてください。はい、わかりました。ではチーンスタートで。こんばんは、今日は、ゲストに SPC から、千葉優さんお招きしております。千葉優さん、こんばんは。こんばんは、どうも千葉優です。よろしくお願いします。爽やかですね、はい、千葉優さんのご紹介、はい、じゃあちょっと一言お願いいたします。僕はですね、あの春の風で、夏のきらめき、秋のコスモス、冬の寂しさとともに音楽を運んでいます、千葉優です。よろしくお願いします。もうアイドル感たっぷりのもやき、最高です。もう千葉です。このスマイルがね、はい、映像をお届けできてないところにはもったいないぐらいの素晴らしい顔なんですけども、では、あのミュージシャン、アーティストということで、はい、どういった活動されてるんですか。ですね、まずゴミ拾いですね。ゴミ拾い。ゴミ拾い、薪割り、はい、あと焚き火、あとはですね、あの監視。あー、はいはい、なるほど。海結構見てますね。あ、そうなんですね、はい、あの音楽とかそういったあの感じては。音楽もですね、うん、寝る前に、うん、あのお風呂場でよく歌ってます。はい、寝る前になんですね。そうですね。あ、なるほど。なんかパフォーマンスとかはこうお一人でされるんですか。あ、そうですね、まあ、大体一人なんですけど。まあ、あの見る人によっては3人でやってたよねっていう人もいますね。見る人によっては、はい、見る人によっては。じゃあ結構あの、まあ、バラバラ様々っていう感じなんですね、はい、そうですね、まあ、基本は一人が多い人生です。 ありがとうございました。最後の締めは何なんですか。びっくりする、超喋りやすい。今引き出されてたね。喋らされてるって感じ。普段言わないよそういうこと。ね、なんだこれ。チッパで初めて言ったし。うん、そうなんですか。はい、いや、もうなんかお決まりなのかなと思って、舞台パフォーマンスで。こんなにハツラツしてる千葉優は、あの5年ぶりみたいな。5年前何があったの。何があったのかね。もっとラジオで出してください。じゃあ一斉、はい、勝てな。確かにやっぱさすがだなと、うん、この映像で見せれないのがとかいう表現の仕方がすごいなと思った。勉強になるわ。ただね、うん、自分たちも、まあ、夜の世界でそういった進行とかってするでしょ、うん、はいはいはい、うん、だからね、まあ、一斉負けちゃいない、負けちゃいない。じゃあ一斉もやってみようか、うん、じゃあよろしくお願いします。いや、俺っちが一斉つんだけど、今ゲストに呼んだ千葉優ってやつ、ほんと超やべえやつなんで、みんなチェックしてくれ。いや千葉優、調子はどうだい。はい、元気です。いや声出せや。はい、元気です。いや、お前ゲストで来てんだからさ。いやいや、まあ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 ね、千葉優くんはさ、あの、いや iPhone 触んなよ。もしもし。いや本番だぜ。ラジオだって。うん、あとで。はい、はいはい、コリンザで。はい、コリンザね。コリンザ今何。コリンザなんもねえぞお前、一応言うけど。はい、で千葉優くんはさ、ガム噛んじゃったよ。あの君のラップってすごいソウルが伝わってくんだけど、はい、うん、なんかあるのそういった元みたいな。あー、まあなきにしもあらず。お前帰れやもん。帰れよ。一斉下手くそだね。対応が全然違うでしょうよ。一斉全然ダメだ。あれ、仲、すいません、仲いいんですか。グループ内。そこを疑うっていう。ちょっと判定させていただいていいですか。うん、判定。あっこちゃん勝ち。今のは完全に審判ダメだったでしょ。いや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 、今のはびっくりしたわ。この音声さ、一斉に喋りたいと思わなかったもんね。あ、まあ確かにね、うん、その喋らすっていうのができてなかったかも。あこちゃん、なんかあの相手を喋らそうとか聞き出すっていうのは何かあるの。なんでしょうね、まあ、私も興味持ってる、うん、聞きたいこともそうなんですけど、まあ、
どんな、ね、方がどういう人なの、何をしてる人、伝えたいことっていうのをやっぱ皆さんね、うん、ラジオで声聞いてる人、まだパフォーマンス見たことない人って多くいると思うので、はいはい、そういった方にやっぱね、お知らせご紹介できる、ね、ような内容を聞いた方がいいのかなっていう感じでしたけども、それが伝わってた、私の感じは伝わってたかとかもリスナーさんの反応かと思うので、今後の一斉はどう喋ろうかって必死感が必死感上がってた、出てたね、これヒップホップ感出そうみたいな感じで全然出てないけど、ヒップホップの技私にはないので、まあ、そこはすごいなと思ったんですけどぜひとも遊びに来てくださいたまに俺もちょっとのやりたくなってきたな。あ、何？司会進行？いや、ウィーローリーウィーローリー、あ、お前もやる？ウィーローリーまさかのちょっと、ね、お、目覚めた、いきますか。ちょっともう検索したんでやってみていいですか。はい、あ、じゃあ千葉雄介でウィーローリー、はい、どうぞ、ピカチュウカエルヤドランピジョンコダックコラッタズバットギャロップ絶対サンダースメノクラゲポケットモンスター151匹言えるかなだろお前それ懐かしい出してきたね懐かしいそれよう、それを俺のウィーローリーはこれだねいや、かっこよくないからさ別に決めちゃった決めちゃったよすいません、じゃあちょっと曲、ね、曲いっちゃおうと思うんですけど、はい、うん、せっかくアッコちゃんがいるんで、うん、ね、曲紹介をちょっとしていただきたいなと思うんですよ。あのケイティペなんたらの、ケイティペなんたら、 D だけだよ、 あ、 D だけいいですか、ちょっと曲紹介とかお願いしてもいいですか、はい、じゃあ私の好きな曲紹介させていただきます、はい、うん、ケイリーパリーロアー、はい、ありがとうございます。発音がいいよね、はい、ちょっとブレイクファストって言ってみてもらっていい？ブレイクファスト、ブレイクファーストですか？ブレファー、ブレファー、ブレファー、略しすぎだろ、どう聞いてもゴリンザって英語ですか？ゴリンザはね、なんか名前の小沢の間に凛とした街にしたいみたいな感じで、凛を間に、なるほど、というそうなったんですね。そう、ローマ字。あ、だからコリンザのリンってちょっとちっちゃめじゃないですか、ビルのあのね。え、そうなの？発音。あ、なんかそんな感じに見えた。気になったんですよ。何のデザインだろうと思って。うん、パクってはないはず。いやだろ。あ、そうなんですね。そうそうそう、あ、そうなんだ。うん、まあ、ちゃんと募集したらしいね、市民から。ああ。コリンザっていう表記を。なるほど。で、みんなもまあいろいろね。まあ、ライカムもありますけど、うん、まあ、メインプレイスとかもすごい好きなんですけどね、メインシティコリンザにも皆さん足を運んでくださいそうですね、うん、南部で行ったらメインって言ったら大体サンユナハメインプレイスで、そうそうそう、っていうことです、うん、こちらではメインって言ったらルシカメインシティなんですよね、まあ、大体そうですね、大体そう、そうなんです、ね、どっちがどっちか分かんなくなっちゃうまずシティとプレイスも区別がついてないそうなんですね、そうなんだ、ルシカメインシティ、あとでも言うんですけど、ヨギシコジャパンさんからメッセージ来てますね、はい、お、お、本物の宮城明子さんだ、登場するまで鼻毛を3本抜きましたよ、なんで？ SPC さん、僕のことを知ってるんですか？僕は可愛い夢を抱く女の子です、テレ、ヨギシコジャパンでしたって言ったんですけどそうなんですか、一世ご存知だったんで、あ、なんかよく FM ラジオ聞いてるとヨギシコジャパンさん出てくるよねはい、いろんなね、番組にメッセージください、私も名前はたくさん伺っておりますが、ね、こちらにまでありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、聞いてくれてて、ヨギシコジャパンさん結構この鼻毛を3本抜いたとか足の匂いとか結構表現しにくいことを送ってくる人なんそうなんですね、逆にこの部分、鼻毛を3本抜きましたのとこはアッコちゃんに読ませればよかったね、いや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 5本ぐらいに、いや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 もっとすごいもの送ってくれたアッコちゃんが読むと思うんでヨギシコジャパンさんお願いします、あとはラジオネームズンさんからもズンさんメッセージが来ております、嬉しい、千葉優さん、宮城さん、宮城さんの隣の人こんばんは、一斉だからチェックしとけ今日も楽しく聞かせていただいております、はい、突然ですが宮城さんに質問です、千葉優さんと一斉さん、お付き合いするならどちらでしょうか、ぜひ理由なども聞かせください、ちょっと聞いちゃっていいですかこんなの千葉優さんか一斉さん、うん、まあ別に俺じゃなくてもいいですなんでカッコつけ始めたお前、じゃあなんかクーラーとか寒くない、寒いとかあげるけど気使い始めた、なるほど、でもさっき千葉優さんも分後にいやいや、カッコくないからどうしたの、さっき気使ったお水ね、買ってくれたっていうのもあるんですけどちょっと番組の最後まで判定、あ、なるほど、そうですね、アピールガンガン、アピール、アピールガンガンしていこうか、じゃあアピールガンガンで、ね、じゃあもう一回ラジオ始まったら趣旨説明、メッセージそうですね、紹介して、もう一回メッセージ読むぐらいラジオのじゃ番組最後に発表するということで私が選んでいいのって思うんですけど
や、何言ってるんですか、僕たちは選ばれるために呼んだんすもん今日そうなのあ、面白いですね、楽しい、もうなんか早い、30分過ぎちゃったんですね。やっぱコミュニティラジオとこういった FM 沖縄さんとかいろんなラジオ局っていうのはだいぶ違う感じですかね。雰囲気とか違うんじゃない。そうですね、なんだろう、結構でもなんかアットホームっていうか、こっちなんかおばあちゃんの家感がアットホームなんか、そんな感じはしますけど、あとなんかこの路上っていうんですか、目線でショーウィンドウっていうのがなんか変な感じ、通行人の方もね、こんにちはってぐらい、こんばんはか、一度もみんな来てくれ、さっき小座高校の女子が来ていて写真ね撮っていただいて超可愛かった、見たけどスレスレはい、面白いなここね。先週あのまたねゲストも2人あ来たから ね、うん、あラジオやってんのかって俺飲んでんだけどさって急に入ってきた、俺ワンも出させ浜翔いいよなみたいなねそういうのもそういう方もいらっしゃったりそんな自由な得なんですか、ここは良さであったり何であったり、もう自由空間です、何でも売っちゃえば僕たちもじゃあ、あと10秒で始まりますと、はい、うん、じゃあ最初、うん、さあゲストは引き続き宮城亜希子さんがいるぜ、ね、どうもよろしくお願いします。宮城亜希子です。あの先ほどメールが来ていまして、はい、ちょっと読ませていただきますね、うん、お願いします、ラジオネームずんさんから、ずんさんありがとう、はい、ありがとうございます、はい、メッセージですね、千葉優さん、宮城さん、宮城さんの隣の人こんばんは、うん、一斉だからチェックしとけ、一応2回目ねこれ今日も楽しく聞かせていただいております。突然ですが、宮城さんに質問です、はい、千葉優と一斉さんお付き合いするならどちらでしょうか、ぜひ理由などもお聞かせくださいという、いやもうぜひとも聞かせてよ寒くない、まさか大丈夫、温度とか上げちゃう、キューティクルとか大丈夫そこまでケアしてくれるんですか知ってる単語言って、いやいやもうミドル刺すんですもん髪が、そうですね、でもどちらも一斉さんもね大学時代から先輩お世話になってて、はい、まあ千葉優さんはじめましてですけど、うんうんうん、とも喋りやすくてね、なんかあの先ほども気遣って放送前にはお水もね飲むって買ってきてくれたりっていう、うん、まあ今は選べないのでちょっと放送終了までにジャッジしたいかなと思います、うん、なんかジャッジって私が言っていいのかもあれですけども、これ残りの放送時間ずっとね、うん、ずっとアピールしよう、アピールしようね、放送最後にじゃあ行ってみようかな、はい、じゃあずんさん最後まで聞いといてください、よろしくお願いします、もうこの結果ね気になるところだと思いますので、はいね、あツイキャスからコメント来ていまして、はい、お腹なんだろう、お腹ピンチさん、さすが大丈夫ですか、かっこ軟式グローブって初見ですと、おあどうも、やっぱのこあっこちゃんのね、これを機に、ね、よかったらいっぱい聞いてください、この二人はラップグループで、この方はラジオタレントですよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、嬉しい、ね、もうやっぱ人が増えてるよね、うん、増えてる、アッコちゃんが来てることでいつもよりも本当ですか、すごいですよ、うん、あそれは嬉しい、もうこんなにもあのツイキャスの欄出ないもんね、自分たちの時は最初と形が動かないこのフェイス版形式のコメントが、そうそう、もう悲しいかなこれもね、じゃあ俺たちの力にしてね、まあまあそう、はい、ということでね、うん、このアッコちゃんがせっかく来ていただいたんで、うん、本物の方が来ていただいたんで、本、う、物、ん、僕たちの質問とか答えていただけたらなと思うんですけど、質問とかやりたいよ、質問にもよりますけど頑張って答えます、え、私に答えられるのならば、うん、じゃあ千葉ちょっとさ、はい、その前にちょっと FM 小座さんが呼んでって言われたのがあるわけさ、あ、はい、お知らせね、ちょっとお知らせ、これちょっと流れぶった切るんだけど、はい、ちょっと呼んでもらおうか、本職の方に、はい、え、私が呼んでいいですか、いや、何って、じゃあ逆にいいですか呼んでもらってもじゃあそうですね、読ませていただきます、うん、お知らせです、うん、FM 小座よりノアちゃん募金ご協力のお願いです。浦添市に住む尾長ノアちゃん1歳は生後間もなく重い心臓病拡張型心筋症と診断されました。熊本県で通院治療を続けていましたが、今年3月に容態が急変し、大阪府の国立循環器病研究センターへ転院しました。4月に小児人工心臓を装着する手術を受け、現在も入院しております。早期の心臓移植が必要とされていますが、心臓移植をするためにはアメリカで手術をしなければなりません。アメリカへの渡航費と手術には総額3億2000万円という莫大な費用が必要となっております。そこで FM 小座でもノアちゃんの力になるべく募金箱を設置しています。FM 小座を聞きの皆さんにも募金のご協力をよろしくお願いいたします。また金融機関の口座も開設しております。詳しくはノアちゃんを救う会 098-860-7607
860-760-7607 までお問い合わせいただくか、ノアちゃんを救う会のホームページまたはフェイスブックページをご覧ください。ノアちゃんを救う会の皆さんが街頭で募金活動の呼びかけもしていますので、見かけた際にはぜひご協力をよろしくお願いします。多くの皆さんのご協力、たびたびですがよろしくお願いいたします。以上 FM 小座、小座よりノアちゃん募金ご協力のお願いでした。ね、ありがとうございました。すごい、いやいやいや、うん、読んだだけですけど、本当に俺たちが読まなくてよかったね、うん、今日ね、すごく気持ちが伝わったかもしれない。いやいやいや、もう皆さんご協力お願いします。よろしくお願いします。はい、もうさすがだしね見習いましょう。スラスラ読める、うん、なんかね、秘訣とか、秘訣ですか、やっぱ練習はさっきのウイロウリを読んでたり、うん、そうそう、自分たちが多分意識していることはただテンション上げとこうってだけだから、一つ覚えにね、一つ覚え、テンション上げとこうしかないんだけど、でだんだん下がっていくっていう、ね、そうそう、あの8時始まった瞬間と9時5分前の明らかの声のトーンの、ね、疲れ具合とかね、低さが違うんだよ。そうそう、あこちゃんどういう風に意識してんの、喋るときは。まあでも一番は聞いてる人が、まあ、聞きやすい、楽しめるとかっていう、まあ、読む内容にもよりますけど、そうですね、まあ、やっぱ番組が楽しく明るく、あのチャンネルたまたまつけたとしても、あ、なんか面白そうって引き続きね、このチャンネルを変えずに聞いてくれるようなこのノリというか話題というか、こういうのとあるので、明るくそういった感じでお話ししたいなとは思ってますね、いつもマイクの前では。普通の喋り方とやっぱ違いはあるんですかね、こういうラジオで使うときは。まあそうですね、普通、うん、どうなんでしょうかね、まあ普通に初めましての方と話、うん、おしゃべりする感じで、私はいつもこんな風に話してるので。あ、なるほど。もちろんお家だともう全然おばあとかお母さんとか普通の喋り方、うちなぐちゃので、ね、うん、沖縄生まれ沖縄育ちなのでってなるんですけど、はい、もう皆さんに楽しくしてね、聞いていただきたいっていう気持ちも こもったらこんな感じかなって思いますけども。確かに足りない部分だね、足りない部分、自分たちに気持ちを込めよう、はい、ね、気持ちを込めよう。こもってなかったんですか。いや、自分たちがね、自分たちが気持ちを込めようと。でも、ね、あの STC さんたちだとやっぱり歌とかラップ、うん、パフォーマンスにそういった気持ち乗せてるっていうのがやっぱね、相手に伝わってる時ってそうじゃないんだよね。別に俺らはさそんな絶対気持ち入ってないよね、お前。その乗り方いやでもね、じゃ あのこのさっき、まあ沖縄市とか歩いてる時に初めて来た街だと思うんだけど、はい、なんかあ、これちょっとラジオで喋れそうだなとかアンテナ張って出たりするの。なるほど。ラジオで、もう小沢もまだちょっとまだ未知の世界の部分があるんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと那覇とか南部ね、うん、と違った夜の街っていうのをまだ知らないので、うん、そういうのをいろいろね見たいなっていろいろ思ったりはしますね。日常でも意識されるんですか、このラジオで話すな、こうだな、この出来事はみたいな。そうですね、なんか、まあ、あのラジオカーレポーターとしてもお仕事をさせてもらってるので、やっぱ県内各地ね、あの映像でお届けできないけど、音だけでも沖縄の発見っていうか、いろんな面白い、もっとみんなに知ってほしいって場所は、なんかそういうポイントがあるといろいろ伝えたいな、知ってほしいなって気持ちになんかワクワクしちゃいますね、勝手に。ワクワクしちゃう。なんかみんなにもこれ知ってほしい、この面白さっていう感じは。ドラゴンボール以来だよね、これ。ワクワクすっぜみたいな。いや悟空が言うよね、よくね。いやそうか、すごい探求心があるんだろうね。そういった。レポーターっていうのは本当にいいですね、うん、言葉で。この物事を、まあ、お店だったら伝えるっていうのは、うん、俺たち経験してないから ねできないんだけど、まず語彙力が少ないからね。あの昨日行ったお店あれが超美味しくてマジでやばいからみたいなことしか言うからね、うん、ラーメンとかね、うん、熱いねそんぐらいだもんね、できるの。でも私もね、あの食レポ苦手ですね、結構まだまだちょっとまだ苦手な部分あって。ほんと、だから結構今日ドーナツ食べたの、もしマイクでオンになってたら、うん、なんて言ってたんだろうなっていう。じゃあちょっとやってみよう。そんなこと、やってみよう。いつだよ、ちなみにどんな感じ。自分は、まあ、自分も一緒にドーナツ食べたからね、さっき。自分はわ、見てください、穴が開いてますよ、真ん中に。ドーナツだからね、円が綺麗。じゃあいただきます、うん、そんな感じ。カリフワそれはあのチラシに書かれてるやつと同じだよねっていう感じかな、自分だったら。でも今の音いいですね、カリフワとか。どんなドーナツだろうみたいなの、うん、なんかちょっとでも伝わるような、引っかかりがあるみたいな、そう、音とか
様子、まあ、穴が開いてる漠然としすぎですけど、うん、例えばデコレーションがどうとか、なるほどね、あえてお店でこういうお店で、まあ、ドーナツでもお店の出し方とかにもよりますから、うん、お皿とか、うん、そういうのから褒めちゃうみたいな、そういったディティールからか、そういうのだとなんかちょっとイメージしやすいかなみたいな、あ、イメージをさせるっていう喋り方か、そうですね、やっぱりそうですね、声音でしか届けられないので、うん、どうやってねイメージうまくみんなに聞いてる人に膨らませてもらえるのかみたいなのもこちらの技力になりますけども、例えばシアタードーナツに行って、さあここがシアタードーナツ、もうお店の前からちょっと始めて、うん、はい、階段ね登っていきましょう、9段、8段だったらちょっと少ない感じですけど10段よりはいい、ね、いい階段の数ですね、情報量多すぎてわからんやつさでも俺たちも ここぐらいしかできないんですよね、あこちゃんだったらどんな感じだったの、あっちだったら、私だったらシアタードーナツさんだと、うん、まあ、あの外のなんでしょうね、あのニューヨークの外観がね、外観のなんてライトっていうか、なんか私も結構なんかとかざっくりしてるんですけど、はい、あのお店の看板のあのライトアップの仕方もすごくなんかオーソドックス、ニューヨークのね、そういう街中シアターを感じさせるようなアポロシアターみたいな感じですかね、やっぱあの留学も行った経験あるしね、あ行っても別にアメリカじゃないんですけど、あニューヨークには行ってない、ニューヨークには行ってなくてオーストラリアに行ってきたんですけど、オーストラリア、お店入ると2階なのでシアタードーナツさん、ね、うん、入ってなんかすごくおしゃれで、うん、天井からドーナツのね、あのなんて言うでしょう、飾り物っていうのが、モチーフとしたものが、そうそう、ものが垂れ下がってて、なんかあれすごく可愛かったです、なんかそこを見てたのか、僕たち3回ぐらい行ってるんですけど、うん、見たことない、思わず写真に撮りましたもん、目の付けどころシャープだよね、シャープです、本当に、ショーケース、ドーナツ置いてるショーケースも、うん、あのちゃんとホワイトマーカーでおすすめとか、そういうなんかなんでしょうか、キラキラとデザインされてて、なんかそこからもっとドーナツ可愛く見せてて、出てきたドーナツももちろん可愛かったですし、デコレーションとかすごく良かったと思う、全然見たらそういうところもしかしたらこれって女子目線なのかもしれませんね、女子ってそういう細かいなんかインテリアとか内装デザインって結構見たりするので、どこ行っても絶対大事ですよね、このお店行ってない人にこのお店を紹介するわけなんで、うんうん、確かにね、次からね、ドーナツだけじゃなくてお店のことも言うんだ、はい、あもうファミリーマートでもそういうのやっちゃうそっから練習してみようかな、器具はやばい自動ドアみたいなねでもあ女の子ってさ、なんか可愛いってよく言うじゃん、うん、なんか例えばね、うん、あこのペン可愛いとか、なんかこのティッシュ可愛いとか、なんか自分がさ一回この野球の練習着を買いに行った時に、はい、かっこいいシャカシャカっていうのがあるんだけど、トレーニングスーツ、ね、はい、でそれ見てあ可愛いって言われたことがあってえ可愛い基準何と思ったもんそれの俺私も言いがちなんですけども、うんうん、私も最近それを考えると、うん、女子の可愛いって卑怯だなって思うね、何にでも可愛いつけちゃうじゃないですか、うんうんうん、そこはちょっと自分でもやりがちなんですけども、うん、もうちょっと何が可愛いとか、本当の私が思う可愛いっていうのはちゃんと定義つけて言えたらいいかなって思うんですけども、超やばい、ね、超可愛いっていうなんか女子の可愛いはやっぱり男性からすると結構、うん、え全然伝わらない、何が可愛いのとか、でも可愛いのラインは何、枠は何って、やっぱ可愛いって言えるって男にはちょっとできないんですよね、恥ずかしいもんね、あそうなんですか、このなんか例えば自分も最近あの、うん、職場とかで、うん、あの女性が髪切ってきたら気づくようにしようみたいな心がけてて、この前あの女性が髪切ってきて僕が言ったのが、はい、可愛いってなんかどうしても言えなくて、うん、ああ髪切ったんですか、ああすごいっすねすごいありがちありがちすごいっすね、言えないんだよね、言えないね、いやもう素直に似合ってますよって、はい、あの恥ずかしがらず、恥ずかしがらず普通の顔で言うからこそ、はい、あまともに褒めててくれてるんだっていうリアクションになるので、あの恥ずかしいことはもちろん恥ずかしいのは仕方ないんですけど、うん、なんか別に相手を、ね、はいはい、あの下げるべくしてなんかそんな言ってるわけじゃないので、多分普通に言ってもいいんじゃないですか、確かに私は似合ってるよって普通の顔で言われて、うん、ありがとうございますって素直にありがとうって言えますので、でもあっこちゃん今日の服装似合ってる、使ってきた最後のジャッジに向けて今ポイント稼ぎとかないですよね、カーディガン、カーディガンじゃないけども、まあ、ありがとうございます、褒めててくれたら嬉しい、カーディガンじゃなかったそれなんかそんな感じはしますけどもね、大体カーディガンと思うよそうそうそう、はい、そっか、いやこれはもう本当貴重なお話だよ、うん、千葉、うん、ちょっと僕ちょっと思ったんですけど、はい、今日あっこちゃんと初めてお会いして、はい、あの沖縄出身なんですけど訛りがあんまりないな、そうね、ないない、訛りですか、これはもう意識して取り除いてるんですか、訛りっていうのを聞きやすいからとか、そうですか、でもちょっと意識はもちろんしましたけども、はい、うん、
まあ、全然沖縄の雰囲気出してもいいんですけど、やっぱ皆さんには、うん、沖縄県にいろんな方いらっしゃいますからね、うんうんうん、なんかまあ沖縄の内の山徳寺、はいはい、とかでもやっぱちょっと発音が違かって、うん、違くてこの伝わらない言葉文字とかあると、うん、なんか申し訳ないなって勝手に思っちゃって、うん、みんなが聞きやすいようにしたらとか、うん思ったら抜けてくるっていうこんな感じ。相手目線に立つのがやっぱ大事なんですね。聞いてほしいっていう気持ちからだと私の今できるのはその一つですかね。意識丁寧に喋りたいなみたいな、ね、相手に分かりやすくね、はい、相手の立場に立ってかな、うん、でも SPC さんもそういった何ですか気持ちがあれば 何かしら発音以外になんかあるじゃないですか。その訛り以外に、まあね、確かに語力とか紹介の仕方とかもそれでなると思うので、そう、まあ、私が正解じゃないんですよ、うん、絶対聞き手がいるって時点で音楽もやったりするんですけど、うん、それは全然考えてないですからね。そうそう楽しければいいだろうみたいな自分がやってるんで、ね、そこら辺ちょっと考えていかないといけないかもしれない。そうだね、考えとエンターテインメント性持たないといけない ね、はい、そうだね、聞く人がいて俺たちができるんだからね、うん、いやあこちゃんあれだ、あの今ツイッターとかフェイスブックとかいろいろインスタグラムとかもねやってます、ね、やっていてなんか誹謗中傷とか来ないの？誹謗中傷ですか？すっごいね。まあ今のとこないと思ってて、 あったとしても、うんうん、あの鈍感なのか気づいてないんでしょうね。お そ, うなんだ。そこはなんか、まあ、ちょっとよしと自分でよしとしようっていう、とこがあるんですけど、うん、いや自分が学生時代に、はい、あの某ラジオ局であっこちゃんがね AD してる番組出させていただいた時に、あ懐かしいですね、はい、そうそう、まあ、4年前5年前ぐらい出させて、私がね今20歳の時ですね前。そうだね、はい、すみません、うん、で自分が恋愛について話してくれと言われて恋愛について話してたら、あのやっぱツイッターとかで男の意見参考になるとか書いていたんですよ、うん、でも一件だけ、うん、あのこの人遊んでるらしいよっていうコメントがあってでアッコちゃんツイッターこんなの書かれてますよと見せてもらったんだけど、あやっぱこういう風にありもないこと書かれるんだねって言ったら、アッコちゃんがあそれ私書きましたって言ったから君初対面だけど君と思ったもん君あの若気の至りですかいやいやまあまあ、まあ、いやそうです、あのでいてもまあ一星さんが、うん、まあ声で出してるキャラ以外のどういった人っていうのを、うん、なるほどね、どうしてもあのね面白く書きたいなっていう、うん、ちょっと、うん、あのとなんて突っ走っちゃったゆえにだったんですけども、なるほど、お番組のこと考えてからこそだね。一斉受けが甘かったんだよ。受けが甘かったな。いやいや、もっとできたっていうのもあるかもしれない。でも全然気にしてんからさ。してる。絶対してる。めっちゃ顔が今してんから。シューンってなった今。枕濡らす日だね。今日は絶対。いや明日月曜ですから元気にいてください。なんかすいませんでした。じゃあ次はあの、はい、さメッセージ読んでいい？はい。大丈夫？よぎしこジャパンさんからまた。来てみますと、はい、ありがとうございます、うん、口癖は女子力です、よぎしこジャパンです、はい、SPC さんのラジオ聞きますねと、ありがとうございます、はい、でもこの時間スクリーンへの招待やこんばんは中朝京さんのラジオが被るんですよ ね、時間があれば SPC 聞きますと、では足の指を数えながら聞いてますね、よぎしこジャパンでした、うん、足大好きですね。10本じゃないんですかじゃなかったらそれ以上聞けないですよ。足大好きなんですかでもあれですよね、うん、こちらの番組あのネットとかまたあの動画で再度あのアップしてますよね。そう、再度アーカイブで、うん、YouTube でもまた後日見れるようになってるんで、そうなんですよ、ぜひまたね、うん、お時間があるときにチェックしてほしいです、ね、多分ね今日の回だけ再生数すごそうだねあこちゃんが出てるからお願いしますあ、手打ってくれた、どうも、ね、とても近い感じがいいとこなんですよ、はい、FM 小座のいいですね、コミュニティもさあさあ、だね、気づいたの時間もあと3分もないからあこちゃん最後にいろいろ番宣していいですか。番宣お願い、番宣お願い、他局ですけども FM 大きないとシルバーウィークということで9月22日火曜日は、はい、串川メインシティの方で、はい、シティの方、はい、うん、あのお昼の人気番組ハッピーアイランドがスペシャルお出かけ生放送となっていまして、ほうほう、はい、串川メインシティの1階メインコートで11時30分からありますので、私も、うん、あのラジオカレポートそちらであのお話を声あの届けますので、ぜひよかったらあの遊びに来てください。絶対行くぞ、はい、絶対行こう、はい、うん、行こう行こう、お願いします火曜日ですけど、メインプレス、メイン、あ、メインシティ、串川メインシティ、串川ね、はい、お願いいたします。ありがとうございます。あ、他には大丈夫ですか。他には、はい、まあまあ、通常通り FM を聞いてもらいますか、お願いします宮城明子です、皆さん、はい、宮城明子ラジカレポーター、火曜日と毎週火曜日と木曜日してますので、うん、あのあと水曜日のラジオはブランク午前中ですね、あと土曜日はサンヤナハメインプレイスプレゼンツライブプレジャーの AD もしてますので、すごい多忙ですね、多忙多忙、 FM 大きな、はい、押しまくりですけどFM 小座でよろしくお願いします。エンディング、エンディングでございますけども、実
はですね、僕たちもですね、ちょっと番宣がありまして、番宣がありまして、せっかくなんで、あこちゃんに呼んでいただこうと、漢字だらけなんですけど、これいいですか、お願いします。イベントがあるということで、9月27日、7日日曜日、スペックが6時から出ます。東部海浜開発地域活性化浸水事業沖縄市東部海浜大花火東部祭りですか、東部祭り、まあ県総でやりますね、県総合運動公園で、すごい感じが多いね、担当部担当員って呼べそうだよねこれは、そうなっちゃうよね、はい、27日6時からなんですよ ね、6時から僕たちがまたラジオさせていただきます、はい、祭りです、絶対楽しいです、祭り会場でですね、あっこちゃんもいないかもしれんけど来るよね、いやもうそうですね、また慣れない道を頑張ってきますので頑張ってください、 あっこちゃんあと50秒なんか今日の感想とかある、今日の感想ですか、はい、あのせっかくなのでどっちがいいかっていうジャッジを、どっちどっち忘れてますね、どっちがいいんすか、付き合うとしたら声で、はい、千葉優さんがいいなと思いました。ちょ待てよ。なんか千葉優さんの声なんか来るかなって言ったり。いや確かに千葉優の声もさ、なんで低くしたの、はい、私への、 話題の振りもなんかいい感じにしてくれたので、先輩の伊勢さんに申し訳ないんですけど。まあ勝負は今日だけじゃないしね。負けないぞ。よし、じゃああと締めようか。あと20秒ですね。今日はゲスト、ゲストいただきました。うん、宮城明子さん本当にありがとうございます、ありがとうございました、そしてその他ですね、その他僕が千葉優でした、一斉でした、あと2人あと3人いたら、あと3人 SPC です、ありがとうございました、ありがとうございました、グッナイ、すいません、めっちゃ喋ってましたけど、ね、ツイキャスユーストリームの皆さんもありがとうございました、ありがとうございました、なんかそばで聞いてくれる方いらっしゃるんですか、ね、あそうなんですか、